はい、どうもママです。ですね、今、パーティー、迷宮見たかな？ちょっとね、パーティー編成の方を、カヒジが加わったことで少し、変更していってるんですけども、こちらはキブマノと、攻略したメンバーですよね。で、こっちメインパーティーの方なんですけども、フォークは荷物持ちでしょ？で、ここからですね、コルタスをまず、生き延びさせて、オーゴスまで連れてきてます。で、コルタスはロードにしました。そして、キャリーが、新規キャラクターで、中入ってたので、善のプリーストだったんですけど、悪のプリーストにして、そこから、ビショップに転職させて、呪文全部覚えてから、盗賊の忍び刀で忍者にしました。で、カヒジは、カヒジもプリーストだったんですけど、ちょっとまあレベル、1000を超えたプリーストだったんで、もったいなかったんですけど、侍にして、明治の呪文を覚えさせていってます。で、あとは、この特訓コマリーは今は使ってないですね。で、ナミンを、これ明治だったんですけど、京王の灰使ってロードにしました。で、そして、今、この3人ですね。育てていってます。さすがにレベル30代だと、ちょっとね、何もできないので、いいところに、いいやつが出てきましたね。マジックスクリーン、マジックスクリーン。あ、1体攻撃してしまった。間違ったな。マジックス。マーフィー先生とかと一緒で、なんかある程度、数倒すと、もう来なくなるんで、86万か。普通に戦ってる方が、もしかしたら稼げる。で、ちょっとビショップを一人入れて、町外れ。宿屋泊まりましょう。レベル4。5。5。セムズが11上がった。セムズだから 何もしてないけど、どっかで多分冒険してきて、そのまんま宿屋泊まらずに待機してたんやろうな。で、これで6万だろう。アイテムは、
もういっぱいかな。一旦ちょっと持って帰ろうか。さて、いらないもの、悪魔の胸当て。だけか。すごいなぁ。呪われたアイテムほとんど手に入れてない。悪魔の胸当て。レベル2。あ、ゲルダも冒険してそのまんまやったんや。レベル上がらんなぁ。なんかいい方法ないんかな、本当に。ここしかでも稼ぎ場所ないもんな。よし、じゃあ戻りましょう。2周半ぐらいしたかな。いや、2周はしてないか。1周半ぐらいか。で、キャリーに、カシナート出てないかな？あったあった。なんかもうこの、一本ぐらいカシナート混ざってるだろうって、思い込んでて、しかもそれが当たってるっていうのが、それがなんか、すごいというか、まあ、それだけ、あそこアイテムの出現率がいいってことなんですよね。コルタスがやっとレベル35か。でも、コルタスも、一旦ビショップ経験させて、そこからロードにしたんで、呪文は全部使えるんですよね。で、キャリーは、もともと明治だったので、そこからロードにしたか、いや、ビショップを経験させて、忍者にしたんで、呪文全部使えてます。で、カヒジは、一旦明治にしてから、あ、違う、そのまま侍にしたんだ。そのまま侍にしたから、全部呪文が使えるという。で、今ちょっとこんな状態になってます。ちょっとね、まだもうしばらくこの3人でレベル上げていかないとダメかなとは思ってるんですけど、コルタスもうちょっとレベル上がってきたら、アノルを加えて、ちょっとね、ボス行ってみて、で、その後の展開がどうなるかっていうのをちょっと見てみたいと思ってます。ということで、続きの方動画また撮っていきたいと思いますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。今回の動画ここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。